野外教育学科3年の佐原真理子です。出身は東京都です。はい、一番思い出に残ってることを教えてください。なんか一番最初入学して一番最初のキャンプ実習がすごく、そうですね、印象に残ってます。なぜかっていうと、なんか本当にアウトドア未経験で入って、でその時に本当に全てのこう基本的なスキルを勉強したんですけど、なんかなんですかね、楽しみ方、まあ、基本的なスキルとかはそうなんですけど、すごい先生とか周りの子たちに、外での遊び方を本当に教えてもらって、いろいろ衝撃を受けたりとかして印象に残ってます。はい、卒業おめでとうございます。ありがとうございました。